解決病は出血性の障害が体内の各器官で生じる病気でビタミン C 欠乏状態が数週間から数ヶ月続くと症状が出現する。成人と小児では症状が異なる。ビタミン C の欠乏によって生じる。ビタミン C は体内のタンパク質を構成するアミノ酸の一つであるヒドロキシプロリンの合成に必須であるため、 これが欠乏すると組織間をつなぐコラーゲンや増下質、骨の肝獣組織の生成と保持に障害を受ける。これがさらに血管等への損傷につながることが原因である。健康な人体にはおよそ900から 1500mg のアスコルビン酸が存在しており、体内のアスコルビン酸が 500mg を切ると脱力や体重減少、筋肉痛関節の鈍痛に加え、 次のような症状が現れ始める。ただし、上記のように健康な人体には、500mg を切るまでのビタミン C に余裕があるので、これらの症状は3ヶ月から12ヶ月に及ぶ、長期、高度のビタミン C 欠乏でないと生じない。小舟時代の慢性的な解決病は、出版前からビタミン C 欠乏の生活をしていた、繊維に発生したものである。 特に生後6ヶ月から12ヶ月の間に発生し、メレルバロ病とも呼ばれる。症状として、次のようなものが挙げられる。成人の場合、上高症室まで、アスコルビン酸を1日3回、100から 500mg を1から2週間経口投与、する。その後は1日あたり100から 200mg の栄養価の高い食事を続ける。古代ギリシャ時代に、ジステンパーの名義で、 解決病に類似した症例が知られ、ローマ軍団がヨーロッパ北部を行軍中に、これが発生した記録があるが、明確に、解決病として記録が残るのは15世紀末の小舟時代が始まってからである。やがて大航海時代を迎えたヨーロッパ諸国では、新航路開拓が進むが、新航路は頻繁な上陸が可能な陸沿い、島津対ルートと異なり、 数ヶ月以上の養生生活を強いられるものだった。そのため船員の食料として、長期間の保存が可能な食材が求められるが、当時の保存食は乾物か塩漬けが定番であり、それらはビタミンを著しく書いていたため、長距離航海する船の乗員に、解決病が蔓延した。問題解決を遅らせた原因として、まず、アラビアや中国といった地域では、 海上交通が盛んでも解決病発症が少ないのに対し、ポルトガル、スペイン、フランス、イギリス、ロシアの船員には蔓延するなど、場所により流行の度合いが異なった事例がある。これは、あまり解決病にかからない地方の船乗りは、航路の都合でこまめに上陸して、新鮮な食品を補給していた一方、 外島諸国では大航海時代の到来で船の大型化と航海の長期化が著しく解決病の阻止ができるほど十分な量の新鮮な食品を積めなかったためであった。さらに問題解決を遅らせる原因としてビタミン C の不安定さと人体に常時必要なものがある。これが不足することで欠乏症に陥ること自体が当時知られていなかったためである。 野菜や果物のビタミン C は食材を刻んで空気に触れさせた場合や加熱調理で多量に失われる。さらに海軍の厨房で主に用いられていた銅鍋は銅とアスコルビン酸の反応によって食材中のビタミン C を奪った。当時の食品保存の基本の一つである乾燥も大幅にビタミン C を失わせ例として ビタミン C が豊富なともしり草などを薬草として、摘んでさえ保存のために乾燥させると、ビタミン C は極めて微量になるのでこれを煎じて、茶のように飲んでも効果がほとんどなかった。また、ザワークラートのように、保存はそこそこ効くが、ビタミン C の含有量が少ない食品の場合、食べ続けていることによって、体内のビタミン C 減少を抑えて、解決病の予防効果は期待できるが、 病気になってから食べ始めた場合は間に合わないので、病気でないのに前もって、治療に金を使うつまり、予防という概念が浸透する前の考えでは、治療薬にならなかった。それでも17世紀初め頃には、経験的に柑橘類の有用性が知られており、東、インドへの航海には1601年のイギリスの、ジェームズ・ランカスターは東インド会社の依頼で4隻の、 小船隊を率いてインドへ向かった際にランカスターが船長を務めるレッドドラゴン号の船員にレモン汁を飲ませた結果、レッドドラゴン号だけには解決病による死者が出なかった話が記されている。しかし効果で食べ慣れないものを明確な根拠もなしに常備するのは困難で、18世紀には航海の長期化も重なり比較的柑橘類が豊富なスペインや、 ポルトガルでもレモン果汁は、商船の標準積載項目から外されるようになり、医学が生地進歩したために、医師や科学者たちが古代イギリシャの4大液説などを、元に複雑な理屈を考えるようになり、様々な仮説が混在するようになった。こうした状況を打破するのにつながったのが、イギリス海軍のジェームズ・リンド、ジェームズ・クック、ギルバート・ブレーンによる解決病対策であったが、 いずれも一筋縄でいく問題ではなく模索しながらの解決であった。1747年にリンドは食事環境が比較的良好な高級繊維の発症者が少ないことに着目し船長に許可を取った上で5月20日から解決病の重症患者12人を別にし当時有効とされていた様々な方法を2人ずつ6組にそれぞれ接種させ時事症状に応じ 主石酸水素カリウムや下剤、鎮静剤などを服用させた他は普通の食事を取らせ、比較し、試した結果、オレンジとレモン組が最初に回復し、6日後には顕著な回復を見せ、反転は消えておらず、歯肉も健康状態ではないが元気になったトリンドは記録した。これにより彼は、オレンジやレモンを食べることが有効としたが、酸による、 治療効果と誤解していた節があり1753年に蒸気の実験などを含めて書いた論文では、オレンジやレモンは大量に酸があるのですや硫酸などで、大体できそうだがこちらは、効果がない。といったことをわざわざ書き残しているほか、後に保存しやすいように柑橘類の果汁を煮詰めて、濃縮ジュースにしたり、すぐりの瓶詰めを作った際にも酸味があるのだから、効果があると誤認していた。 クックは1768年8月末、南半球の西回り調査航海に向かったが、この時クックも海軍の方でも解決病防止に力を入れようとしていたので、様々な対策を練っていくことにした。なるべく船内を衛生的にするため冷水浴や手洗いを進め、食事の面でも口述の有効とされるものを食べる以外に、新鮮な食料と水をこまめに補給し、 害があるるととされたた。スラッシュをを食べることを禁止した解決病に効くとされる食品としては、爆発汁、ザワークラウト、人参のママレード、マスタード、サループ、即席スープ、蒸留水、そしてリンドの柑橘類濃縮ジュースなどを揃えた。こうした準備が功を奏し、解決病の患者は出たが、それで死亡するものは出ずに済んだ。その後もクックは二度長期間の調査公開を続け、 どちらも解決病をさほど出さずに済んだ。しかしいずれも、前述の対策がいきなり上院に受け入れられていたわけではなく、1回目の公開では、上院は最初、ザワークラウトを嫌い上がったので主官たちの食卓に毎日乗せることにしたり、2回目の公開では、部下の船では、解決病が発生して死者が出たため食事の管理を指導するなどの苦労があり、クック自身、 いかに健康にいいか分からせるには、具体例と指揮官の権威の両方が必要だと書き記している。これらの後悔で、解決病は、防げて治療できる病気で、船員の食事に注意すれば予防も可能であることが、ほぼ判明していたが、クック自身は、リンドと違い正式に医学や科学を学んでおらず、対象実験をしなかったので、何が有効なのかは当人たちにもよく分からなかった。 クックと繊維の経験的な意見では、炭酸水とサループは無効、人参のマーマレードは未使用、即席スープはそれ自体の効果より、野菜を入れて食べられるので重宝として評価したところまでは、はっきりしているが、肝心の爆芽汁と柑橘類のロブの評価が混乱しており、よく聞いたとも聞かないとも日誌につけている。これ以外に、第1回目公開に乗り合わせていた。 植物学者のバンクスも、船内の日記では、バクガシ汁は、毎晩1パイントずつ飲んだが発症。ロブを1日6オンス飲んで1週間で治った。と、ロブが有効としか思えないことを書いておきながら、後年、バクガシ汁が大いに効果があったはずなどと矛盾したことを書いている。このため公開の支援者でもあった、初代シャクサージョンプリングルは、1776年の、 解決病予防への貢献に対するクックへの小ぶり、メダル授与にクックの代理として出席した際に、クックの日記で爆ガシルが有効だったとするところだけを紹介してしまい、繊維が、ロブは対して効き目がなく爆ガシルが確実とも言っていたと主張した、さらに単純にロブが高すぎたこと、学術研究だったクックの場合と違い戦闘時には、不用意に上陸して、 食料補給ができないので海軍では爆シルのみを解決病対策に採用したこともあり、その後も軍艦では解決病が続いた。1776年の夏にアメリカ独立戦争が始まり、イギリス近海の防衛のために水兵が増加されたこともあり、船内の環境は悪化し、クリストファー・ロイドとジャック・クルーターの医学と海軍にいて船長たちから慢性的に、 解決病になっている水兵が多いことを嘆く報告が出された。1780年の偵察に近海で8月半ばから約2ヶ月半会場に留まっていただけなのに上院2400人が解決病で倒れてイギリス本国に戻る事件まで発生した。もっとも他の国もそれは同じで、これ以前2779年8月にフランススペイン連合艦隊が イギリス海峡で合流して攻撃に向かった際、フランス艦隊の2、3の上院が解決病で戦えなくなり、祈祷していたという惨事まで起きていた。本格的に解決病対策が進むきっかけになったのは、1780年にギルバート・ブレインが西インド諸島艦隊司令部府の高級繊維に任用されてからで、彼はリンドやクックの資料を集めて部下の繊維たちに配布し、 全艦隊の統計を取り船ごとの水平の健康状態を報告させ、これによって海軍本部は病気による戦力消耗と季節ごとの変化を把握できるようになった。またブレーンはリンドの資料も読んでいたのでバクガジル以外にレモンやオレンジも摂取させ、柑橘類が特に有効と確信し、上層部への単願書でオレンジレモンライムなどで必ず予防や治療ができる。 爆シルはほとんど効果がないと主張した。解決病と直接関係ないところでも、水兵たちの衛生環境改善を訴え、健康で働ける戦力こそ、国家の資源であり、真の意味で、戦争の軍資金であると提言した、ブレーンは、身分も、社会的地位も高かったので、ただの戦意と違い本部も、無視できず、戦争終結の1783年までに、 ブレーン本人の統計によると、ブレーンの医療管理を受けた軍艦の死亡率が7人に1人から20人に1人と減少し、西インド諸島艦隊司令長官のジョージ・ロドニー・テイトクは、ブレーンの功績だと所管にしたためた。ブレーンは、その後本国に帰り1780年代は、セートマス病院の医師をしていたが、会場生活者の疾病に関する観察という本を書き、 リンドが数十年前に主張した、柑橘類が解決病に有効という説を再び唱えた。1795年に、疾病障害局委員に任命された際には、1793年に、知人の海軍幹部の西インド諸島への航海に際し、行った、解決病対策の助言により23週間、無機構でも解決病の死者が出なかったデータを見せ、海軍の前線で、 レモン果汁を毎日食料に支給するよう説得した。これが最終的に功を奏し、1795年には、艦隊や船の求めに応じたレモンの支給が決まり、さらに前線へのレモンの支給が行われるようになった1799年以後は、イギリス海軍では解決病が激減した。例として、ハズラー病院では1782年に、 解決病の患者が1000人中329人いたのに、対し、1799年には1000人中20人にまで減少した。最終的に1815年に、ハスラー病院で父の後を継いでいたジェームス・リンドの息子が、解決病は2人だけという報告をしている。こうして、解決病はイギリスでは下火になったが、なぜ解決病に、柑橘類が有効かは、 まだ分かっておらず、数十年ほどすると、時々再発生することがあった。例として19世紀半ばになると、イギリスでは、地中海産のレモンの代わりに、自国量の西インド諸島産のライムを使うようになったが、レモン果汁の場合1日の配給分は3、4オンスなので1日、10から1 7ラムのビタミン C 補給になり、解決病発生防止のみなら6内し12、 ミリグラム程度でも毎日摂取していれば抑えられるため、酸化によるビタミン C 喪失分も考えてもこれを上回れていたが、ライムのビタミン C はレモンの1、2から1、3程度であるため保存が悪いと加減の6ミリグラムを下回ることがあり、時事解決病の再発が見られることがあった。最も,も飲まないよりは効果はあったことと、公開技術向上もあって、 次の機構までの公開日数が減ったこともあり、この違いによる失敗としては1875年、イギリスのジョージ・ネアズによる北極体検体が解決病に苦しめられた例など、19世紀では長期公開になりやすい極地探検体や捕鯨船以外ではあまり問題にならなくなってきていた。なお、イギリス人のことをライム野郎と呼ぶアメリカのスラングは、 イギリス海軍が解決病予防としてライム果汁を服用していたことに由来する。第二次世界大戦でドイツ兵のことをキャベツ野郎と言ったのもイギリス海軍がライムジュースに切り替えた後もドイツ海軍がキャベツの漬物であるザワークラウトを採用していたことから同様に生じたスラングである。20世紀になってビタミンが発見され、 モルモットによる動物実験が行えるようになった結果、柑橘類果汁に含まれる有効成分を管理することを試みられるようになった。1932年にハンガリーのセントイコールジェルジアルベルトが牛の副人から取り出した物質が推定されるビタミン C と似ている性質を持つため、モルモットで実験したところ解決病を防ぐ効果があることを発見した。 翌1933年に、イギリスのウォルターハースが、セントイコールジェルジから渡された蒸気の物質の構造解明師アスコルビン酸と命名、そして同年ポーランドのタデウシュライヒスタインらにより、ビタミン C を人工的に合成できるようになったことで、人間は解決病に完全に対抗策を取ることが可能になった。ありがとうございます。